7月24日は、グレゴリオ歴で年始から205日目にあたり、年末まで、あと160日ある。スコットランド王メアリーが配位され、当時1歳の長男ジェームズが、即位末日生と、イエス・キリスト教会の信徒が、ソルトレークシティに到着、ここを本拠地とする、ロンドンオリンピック、ドランドの悲劇ハイラム・ビンガム3世、マッチュピチュ遺跡を発見同山ヌ条約署名。 オスマン帝国に代わり、トルコ共和国が国際的に認知され、近代トルコの国境が決定国際紛争の平和的手段による解決を規定した不戦条約発行。画像は1928.1929常年の調印、非準国ハンブルク空襲始まるメディアを再生する、ヘルプ、音声、動画の再生クレ軍港空襲。日本海軍の残存戦力は、 大きな被害を受け、ソ連の参戦を容易にした。左画像は7月28日の物売り商番、愛韓民国初代大統領に、就任アメリカ合衆国のケープカナベラル空軍基地で、ナチスドイツの部位にロケットを用いた、ロケット RTVG-4 が打ち上げられる、ビワコ国定公園が、日本初の国定公園に指定アポロ11号、月から帰還。画像は、 病原菌などの持ち込み検査のため隔離された飛行士たちを祝福するニクソン大統領米軍によるクウェートのタンカー護衛、アーネスト・ウィル作戦始まる日本におけるアナログテレビジョン放送が終了デジタル放送へ完全移行通常放送終了時のブルーバック画面南米独立の父軍人政治家シモン・ボリバル作家アレクサンドル・デューマ・ペール誕生政治家 後藤新平アール・ヌーボーのグラフィックデザイナー、アルフォンスミューシャ誕生。左画像は、自画像、右画像は、果物、作家、谷崎純一郎誕生。左画像は一高時代の谷崎武将鍋島直重、耳の主要で没。作曲家、ベネデット・マルチェット没。フルート・ソナタへ蝶々を聞くアメリカ合衆国、第八代大統領マーティン・バンビューレン没画家。 アルヒープ・クインジ・ボツ。右画像は、エルブルス山物理学者、ジェームズ・チャドウィック・ボツ。中性子を発見聖科学者、フリッツ・アルベル・トリップマン・ボツ。歩行祖 A を発見作家、ビトルド・ゴーンブロービッチ大コロンビアの革命家、シモン・ボリバル誕生。右画像は、聖火天神祭りの良いみや。画像は、ュウシンジ。ありがとうございます。